皆さん、こんにちは。東京デンタルスクールです。本日は116回 A66 を解説していきます。では、早速問題を見てみましょう。かかりつけ歯科医で X 線異常像を指摘されて来院した。患者の X 線画像を別に示す。自覚症状はなく、主張も認められない。化学量測中接種は、 電気芯で生活反応を示した。適切な対応はどれか一つ選べポイントは赤字のところ特に自覚症状がない電気心が陽性この2点が鍵になるのではないかなと考えますでは次に選択肢を見ていきましょう選択肢はこちら先ほど問題文にも書いてあった通り 治療法を聞いている問題ですね。では、ここで皆さんに一つ質問です。治療法の決定前に、ちゃんと診断をしていますか意外と診断をしないで解こうとする学生さん、少なくありません。まあ、しなくても問題解けることもあるんですけど、特に今回みたいな航空外科の問題では、基本的にちゃんと診断した方が、 まあ問題解くスピードも速いですし確実に正解できますなので治療法を聞かれたらまずは診断を考えてください問題に戻ります文面だけでは診断がつかないので画像を見ていきますポイントは赤丸がついているところ根線部に境界明瞭な透過像があってその中に不透過像これですね 不透過像がありますこの時考えられるのが下の3つの疾患セメントが細胞腫、セメント質 E 形成症骨形成繊維種です画像から不透過物と歯根が連続していないのでまずセメントが細胞腫はないかなと消せますで残るのがセメント質 E 形成症か 骨形成繊維種科の二択この2つの鑑別が皆さん苦手なのではないでしょうか。セメント質良、e、い形成症と骨形成繊維脂の鑑別ポイントは自覚症状の有無です。画面にある通り、主張がある場合は骨形成繊維腫、主張がない場合はセメント質良、e、い形成症となります。治療法もここで一緒に確認しましょう。 骨形成繊維脂は自覚症状があるので何かしらの治療が必要になります。病変が小さい場合には適出、大きい場合には切除を行います。セメント質良、e、い形成症は主張などの自覚症状がないので基本的に経過観察で OK です。今回の問題では赤字の通り自覚症状はなく主張もないとありますよね。 はい、よって診断はセメント質 E 形成症になりますよって答えは A の経過観察になります東京デンタルスクールでは基礎的内容はもちろん臨床問題のテクニックから試験の勘どころ新規出題項目までまるっと対策することができますもしよければ一度体験授業に出してください オンライン授業もやっております。また、インスタグラムやツイッター、SNS の活動も行っておりますので、フォローといいねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。